Jibia. そろそろ12時だわ。ところでウェンディはまだか？シャルルと一緒のはずだし、迷子になるとは思えないんだけど。もうすぐ12時か。あんな小さい子がこんな夜遅くまで。夜更かし、悪友、不良。ああ、どうしよう。小説書きはみんなこういう想像力なのか。よう、差し入れに来たぜ。いよいよ明日だね。エルフマン、リサーナ、山ごもりから戻ってたのか。かなり力をつけたつもりだったのに、先行から外れるとは。なあ、俺も出て、リサーナや姉ちゃんにいいとこ見せて。
大魔党演武にお集まりのギルドの皆さん、おはようございます。これより参加チーム113を8つに絞るための予選を開始します。予選だと？聞いてないぞ。 113？ あれ、フィオーレ中のギルドの数にしては多すぎるような。予選ならば事前に通達しておけばよいものを。不可解な段取り、多すぎるギルド、謎の魔力、怪しむべきは主催者側か。毎年参加ギルドが増えて内容が薄くなってるとの指摘をいただき、今年は本戦を8チームのみで行うことになりました。予選のルールは簡単。これから皆さんには競争をしてもらいます。ゴールは本戦会場ドムスフラウ、先着8チームの本戦出場となります。魔法の使用は自由、制限はありません。早くゴールした上位8チームのみ予選突破となります。ただし5人全員揃ってゴールしないと失格。それと迷宮で命を落としても責任は取りませんので。大魔党演武予選、スカイラビリンス開始。競争っつうなら急がねえとな。待て、ゴールの規定が5人揃ってだぞ。ウェンディがまだいない。ウェンディ、ウェンディがいなくても男がここにいる。メンバー変更じゃい。仕方ねえか、ウェンディを待ってる時間もなさそうだし。頼むぞエリクマン。任せておけ。チームフェアリーテイル行くぞ。ものからかかってこい。それ自体が回転する複雑な迷路だったけど、私たちが力を合わせれば楽勝。あっという間に踏破した。
おめでとうございます。予選通過決定です。よし、そりゃそうだろう。すっげえ順調だったし。もしかして私たち1位？いいえ、8位です。ギリギリ通過です。え、まあ予選通過できたんだし本戦頑張ればいいよね。いや、明日から本戦燃えてきた。あとはウェンディが宿に戻っていれば万事 OK と思ってたけど、事態はそんなに簡単じゃなかったんだ。実っておる、熟した果実が実っておる。今年こそ完成するかもしれんな。待っているがよい、ゼレフ卿。守備はいかがですか、アルカディオス。は、姫、万事順調にございます。ついに我らの宿願が叶うのですね。世界を変える扉、エクリプス。すべて姫の御心のままに。あとはこの桜花聖騎士団団長アルカディオスにお任せあれ。ヨシノに、あなたを信じていますから。よし、よし、ここだ。何が出てくっかな。よいしょっと。よいしょっと。暴れたんねえぞ。
ゃ行くか。よし。そうだぜ。
勝利だ。よし、ここだ。何が出てくっかな。どこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。ものからかかってこい。行くわよ。
よ。こんなもんか。わりゃ。さあ、行くわよ。開け。砲兵級の扉。行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。俺たちの勝ちだ。
行っちゃいくか。ルーシーキープ、アイスメイクハンマー、アイスメイクハンマー、よし俺たちの勝ちだ。やれやれ、お出ましか。切られたいものからかかってこい。開け天下地球の扉、スコーピオン、サンドバスター、アイスメイクハンマー、ゲッセン、you
ルーシー。よし、さあ行くわよ。開け砲兵級の扉、アクエリアス。楽勝だぜ。よし、帰ってきたぞ。調子いいね。